珍しい形の鉱石は買わないよ。あれはもう売れたからないよ。そんなことより感謝してるよ。この前アトリエに行った時にもらったの、すっごい高く売れたんだ。え、売れたの？全部ただの失敗作なのに。ソフィーさんからしたらそうかもしれないけど、私たちから見たらそうじゃないんだよね。錬金術師が作った一品ってつくだけですっごい需要あるんだから。でも置物くらいにしかならないんだよ。ちゃんと説明して売ったの？当たり前じゃん。嘘ついて稼ぐなんて絶対しないから。ちゃんと失敗作だから置物にしかなりませんって説明したし。でもね、みんな笑顔で買ってったよ。めっちゃ高いのに一言も文句を言わずにね。失敗作もちゃんと売り物になるんだ。アレットさん曰く、売れないものなど存在しない。売れないものとは売り方が間違っているだけである。でも私にはできないな。失敗作を売ったなんてプラフトに知られたらすっごく怒られるだろうし。失敗作でもお客を笑顔にできるなら立派な商品だと思うのに。それを聞けただけでも私は満足だよ。